ちは。こんにちは。はい、今年の中日を見てて、はい、どうですか OB として。はっきり言うと12球団一番だと思います。何が一番？投手の完成度って言うんですかね、うん、投げてるボールはね、速いボール投げる人はたくさんいると思うんですけど、投球術っていうんですかね、ピッチャーとしての完成度は高いピッチャー多いかなと思います。本当に中日のピッチャーってすごくいいと思うんだよね、はい、でこれはやっぱ教育によるものっていうのもすごく大きいと思うんだけども、はい、どういう教育をされてるの？僕が入団した頃はやっぱりキャッチボールの大切さっていうものはすごく言われましたね。それ誰が言うの？当時は森さんとか、近藤真一さんっていうコーチなんですけど、はい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 、やっぱりキャッチボールを大事にしようねっていうことは当時言われました。あとは先輩方がやっぱ大事にしているので、キャッチボールを、例えば試合前にキャッチボールするじゃないですか、ピッチャーで。で先輩たちがキャッチボールしてるんで、後輩はまだ先に上がれないじゃないですか、うん、先輩たちよりかは先に上がれない。それ長いの？長いんですよ、キャッチボールが、はい、で見てると、もうこうやっては見ないですけど、こうやって見てるとこうすごく大事に一球一球投げてるんですね。何を考えて投げてるかわからないんですけども、やっぱそういうものを見たり、聞かされたりして、キャッチボールの大切さっていうのを感じたのと、でもさ、もちろん野球やってたら教えに行ってもキャッチボールって大切だよって言うじゃない、はいはい、でもプロ入ってピッチャーって投げるのが仕事じゃない、はい、それは改めて言われた時ってどう思ったの？ブルペン入って投げることがピッチャーの仕事っていうふうに考えてなかった、まあ、キャッチボールっていうのはなんかちょっと温めるって感じ、ね、そうでしょ、はい、じゃあ吉見さんは何をこう大事にしたの？キャッチボールの中で、キャッチボールの中で僕が一番大事にしたのはやっぱり再現性っていうのを大事にします。やっぱ常の同じ投げ方をしてそこに投げるというか、イメージしたボールを投げれるようにやっぱ日々それはもう求めてましたね。なので何も考えずに肩回しで投げていたら多分気づけないことがあると思うんですけど、こうしたらこうなるのかな、こうしたらこうなるとか、いろいろこうゴールを設定してそれに向けて目標を立ててやっていくといろんなことが見えてくるんですね。それがなんかこうできるできないを繰り返しながらやっていたことを大事にしていました、ね、それ何メートルぐらい離れるの？遠投の時もそうです。遠投の時も考えてる？遠投って言っても僕は60メーターぐらいの距離しか投げないので、うん、その100メーターとか距離の遠投はしないので、うん、60メーターぐらいの距離でも離れますけど大事にしていました。でもそれはそれもコントロールもやっぱしっかり気にしてた。そうですね、やっぱり相手の胸にとか、やっぱりそこだけじゃなくてやっぱ強いボールが投げれるとか、うん、まあ、例えば軌道であったり、うん、そういうのは大事ですね。それは中日のピッチャーが全員そういう風な意識を持ってやってたんだ。まあそうですね、まあ中にはできてないピッチャーもいますけど、やっぱり活躍はできてないです、ね、たまにパーン出てくるぐらいで、うん、やっぱそういうものが基礎としてないと長続きしないということ、はい、そうですね、はい、まあ、先輩方の姿を見てできたのと、あとはなんか調子が悪くなるとサードスローっていうのをするんですよ、ドラゴンズ。サードスローとはバント処理で？いや、ですね、サードのちょっと後ろぐらい守って、うん、ホームから打たれるんですよ、はいはい、で取ってステップ踏んで一塁投げるんですよ、うんうん、でそれがちゃんと投げれないと終われないんですよ、当時。で自ら行く時もあれば、森さんだったり近藤さんに、およしみ、あっち行けって言われて、でも始まりなんです、それが。でやって、40メートルの距離があるんですかね、あるね、はい、サードの後ろの方にいるので、でやっぱ軌道が出るじゃないですか、調子が悪いと抜けたり、引っ掛けたり、まあ、シュート回転にしたり、でそれの修正するのがサードスローっていうのがあって、それをすると、良くなるというか。他の球団はあんまりやってないよね。いや、見たことないですね。この解説者になって他球団の練習ってあんまり見ることがなかったので、見に行くのしてるんですけど、球場の後ろからしてる人はいないですし、まあ、キャッチボール見てて、やっぱりドラゴンズが一番大事にしてるかなっていうのは感じますね。でもキャンプの時もさ、沖縄キャンプで何回も顔を出したけど、陸上競技場でめちゃくちゃ走るよね。あれは本当に走ることがね、全てではないと思うんです、うん、走ればね、こう上手になるとか勝てるイコールじゃないと思うんですよ。でも最近は走ることっていうのをちょっとおろそかに考えてる。そうですよね。なんかこうウエイトの方が大事だとか、はいはい、それはどう思う？まあ、いろんな意見があるのでどっちがいいかわからないですけど、僕は走って作ってきたタイプなので、うん、その長い距離をずっと走ろうとかっていうのはどうかなと思うんですけど、やっぱ走ることは足腰を作る一番手っ取り早い方法かなと僕は思います。
そこに妥協が入るとやっぱ勝てないとか。そうですね、やっぱ一回サボるとそれが何て言うんですかね、こう慣れになるんですかね、うん、もういいかなってなるじゃないですか、まあ、妥協が入るとね、はい、やっぱりランニングに関してはシーズン中もキャンプ中も大事にして、強度はやっぱりこう年重ねていくと落ちていきますけど大事にしていましたし、本当にキャンプって体を作りに投げ込みに行ったりしますけど走りに行ってる感じでしたね、当時は。よく言ってたもんね、陸上部だって。いや本当にもう落合さん来たら終わらなかったのであ、やっぱそうなの。監督付きマネージャーって各球団いますよね。いるよね、はい、で当時松永さんっていうマネージャーさんが監督だったよね、はい、監督付きだったんですけど、落合さんが陸上競技場に来る前にまず松永さんが来られるんですよ、うん、数分前に。で、こうやってやってると今から来るぞっていう合図親父来るぞって、監督来るぞって。こうやってやってる時は何か用があって来てるだけで、こうやってやったらもう来るんですよ。で覚悟するじゃないですか。で、まあその時のランニングメニューはもう日によって違うんですけど、ストップウォッチをまず持つんですね、落合さん。で、例えば 400m 走、まあ大体全力で走れば60秒とかで走れるんですけど、やっぱ何本も走るんでやっぱ走れないじゃないですか。でやっぱちょっと抜くと8割6割ぐらいで走るので70秒とか70ちょっとで走るんですけども、落合さん来て、で吉井今日何秒だって言って、でトレーナーさんが1本目70何秒2本目70何秒なんて言ったら、じゃあ65秒で走れるなって言うんですよで1本だったら走れるんですけど、それを当時 400m 6本、大体3キロぐらい走るのがドラゴンズの決まりだったんです。なので大体6本だったんですけど、例えば残り3本を65秒全部切れって切れないんですよ。いやそりゃしんどいよ、ケツ割れるしな。いや本当もう何か何か言いますね、自分の足じゃないみたいだよなで、もうもがきながら走るんですけど切れない、本数に入らないんです、うん、それをずっと落合さんが帰るまでやるっていう。あのインターバルは何秒取ってもいいって言われるんですよ。そのぐらい切れって言われて切れないんですよ。でもそれを本当に若い頃はやらされてというかやってってました。早い方だった？遅くはなかった。でも早くはなかった。でも早いやつっていたでしょ。いました、切れるやつって。50何秒とかで走ったりして。誰が早かった？ですね、当時だと怪我とかしてあれだったんです、中里さんっていうすごいボール投げてるとか、はいはいはい、中田健一さんも早かったです、ね、やっぱスタミナあるんだな、はい。まあ、ここでちょっと言いにくいことを言っていい、はい、DeNA のピッチャーって横浜スタジアムって狭いじゃない。ピッチャーが育たないって言われてるんだよ、はい、もうちょっとしたのがホームランになる、はい、バンテリンドームってめちゃくちゃ広いじゃない、はい、もう絶対中日のピッチャーいいよなっていうわけ。いやそれは、はい、ありますね。それはやっぱそうなの。いや、ピッチャーがいい理由もそれは絶対あると思います。半分以上上と占めてると思います。あ、やっぱり、はい、それはあるの。はい、横浜スタジアムでもたくさん投げましたけど、広いとか狭いっていう感覚は正直ないんですよ。あ、投げてる時はね、はい、バンテリンだったらレフトフライだったなみたいなことは言われます、結果論で言われますけど、投げてる時は狭いからこういうピッチングしようとか広いからこういうピッチングしようって特になかったんですけど、やっぱ広いでアウトになる確率は増えるじゃないですか。パカーンとライドだけはハマサだったら楽勝でいってるのが、バンテリンだったらフェンス手前とかあるので、それでやっぱり防御率も良くなるし勝ち星もつくことになりますし、それは絶対あると思います。でもそれによって中日の投手が育つっていうことはあるね、やっぱり。いや、それも僕はあるんじゃないかな。 あとバンテリンドーム、当時名古屋ドームのバンテリンドームですけども、は投げにくいっていうピッチャーはいないんですね。いや、それは広いからでしょ。 あとマウンドがなんか投げやすい、なんか他の球場で、はい、他の人たちも、いや、ね、傾斜が強いって感じる。確かに感じるんですけど、マウンドを作ってる方は一緒だって。いや、俺が聞いた話では中期のピッチャーがあれだけ走らせるのはバンテリンドームの傾斜に負けない下半身を作らなきゃいけないいやいや、本当にそこまでは分からないですけど、じゃないと高めに浮いちゃうっていうんだよ。ああ、打球弾は、はい、それは技術的なことは想像分かるよね、はい、いや、だから中日のピッチャーは本当に足腰がしっかりしてるって、だから走らせるんだって。それがあって走ってたかわかんないんですけど、傾斜は確かに強く感じます。甲子園で投げた時傾斜ってあんま感じないでしょ。甲子園感じないですね。ただ甲子園僕投げにくいと思わなくて、うん、横浜スタジアム投げにくくなくて。どこが嫌だ？東京ドームの傾斜が嫌でした。なんかきついの？いや、まっすぐなんです僕の中の感覚だって。いや、まっすぐにされてんだよ多分中日ピッチャーは。だからラミレスにいつもなんかもう東京ドームのお前は楽勝だって言ってくれる。でも中日のピッチャーは総じて神宮に弱いよね。なんでなんですかね。いや、傾斜がないから。
でも神宮球場で投げにくいって思わないんですよ。思わないけど結果あんまり良くない。気づいたら神宮がやられてる。そうですよ。そういうなんか不思議なことがねあるみたい。まあ、屋外、屋内とかいろいろなんかもう周りがこうやって言うじゃないですか、神宮では勝てないとかって言うんで、なんか変にこう意識してるのもあるんですけど、まあでも本当にバンテリンドームのマウンドは誰もが投げやすいっていうか、ね、投げやすいのとやっぱ広さの安心感もあるんだろうね。余裕ですよね。安心感とね。そうだね。はい。